賛否両論の死刑制度あなたはどのように考えますかこれまでに数々の刑事事件を担当してきた後藤貞人弁護士どんな重罪を犯した人でも弁護に値するを理念とする後藤弁護士の考えは私はは死刑は廃止すすべきだと考えていますその主張とは 人の命はかけがえがありませんその命を奪う死刑は特別な刑罰です愛する人の命を奪われた人が犯人に死刑を求めることは自然なことですまた死刑廃止を求める人が人の命を国家が奪ってはいけないと考えるのもよくわかります 両者の命に対する思いは根本的なところで共通しています同じ思いから出発して死刑の損地と死刑の廃止という正反対の立場になっているのです人の命を取ってはならないという国家が死刑をしてしまうというのは 人道に反します現在行われている公死刑というのは残虐な刑罰ですこのような死刑を設けておっても犯罪を抑止する力というのはありませんこれは世界中の研究者がほぼ共通した見解として持っていますいろいろ 死刑を廃止すべき理由はありますけれども今日お話しするのは死刑と無期懲役刑を正しく裁判で切り分けることはできないという話を中心にしてお話したいと思いますアメリカではスーパーデュープロセスという特に特別に慎重な手続きで 死刑事件が審理されます一方我が国では特別な刑罰人の命を奪う刑罰であるにもかかわらず特別な手続きはどこにもありません我が国の,その手続きはもっと慎重なものに変えられるべきですしかし仮にですよ手続きを変えてどんどんよく変えていったとしてもどうしても残る 深刻な問題がありますそれは神ならぬ人間である裁判官裁判員が死刑か否かを判断するそういうところから来ます人間が判断するんですから誤りはつきものです私が <laughs> 弁護人となった事件でこういう事件があります一心は無期懲役 控訴審が死刑最高裁が差し戻して差し戻し後の一審は無罪これが確定しました私はもちろん最後の無罪の判決が正しいと考えています無期懲役が正しいと考えた裁判官がいるんですそして死刑が正しいと考えた裁判官もいるんです同じ被告人同じ事件で 三つの判決があります三つのうちの二つは間違っていることになりますしかし裁判官だけが誤った判断をするその原因ではありません検察官が被告人に有利な証拠を見落としたあるいは場合によった隠してしまうこともあります 弁護人が熱心に弁護をしないで被告人に有利な証拠を見落としたり集めなかったりそして有効に論じることができなかったりその結果間違っった判断になってしままううということいこがありますその最も悲惨な例が死刑冤罪事件です。 しかし無罪であるべき人が死刑になってしまうということだけがその問題ではありません。量刑に関する事実が十分調べられなかったあるいはその判断が誤ったことによって本来は無期懲役に処せられるべきところが死刑になってしまったということは起こり得ます。 これをその言葉の使い方の適・不適は,不適は別にしまして量刑とということもできます死刑と、ね、無期刑の間には生命を奪うか否かという決定的な違いがあります。ですから量刑冤罪も深刻な問題ですそれでは死刑と 無期懲役を分かつ基準はあるんでしょうか長山基準と言われるものを聞かれたことがあると思いますしかしこれは判断をする際にいろいろ目をこう注ぐ観点を列挙したそういうものにすぎませんこれに従えばどの裁判官であっても同じように 死刑になるどの裁判官であってもこの観点にしてあれば同じように無期刑になるというものではありません。実際ですね一審審がが無期控訴が死刑という例があります。また逆に一審が死刑控訴審が無期。 という例もあります同じ事件ですよ同じ被告人ですよ裁判官が変わるたびに死刑になったり無期になったりするんですこの事実が量刑冤罪というのが不可避であることを何よりも有弁に物語っています我々は死刑制度を持つ限りは公平で公正で正しいものでなければならない つまり正義を実現するものではならないはずですところが無期刑に留まる人を死刑にしてしまうこともありますつまり正義であるべき死刑制度の中にどうしても絶対的な不正義つまり冤罪量刑冤罪が含まれてしまうんですこんな制度を 続けるべきだとは思いません就寝券についてもちょっと話しておきたいと思います今現在無期懲役刑で仮出獄する人はいますその人の平均的な服役期間というのは30年から35、36年です その倍以上の人が実は刑務所内で亡くなっているんです今や無期懲役刑というのは終身刑化していると言っていいでしょうそれでもですよ終身刑というのを新たに導入するということには意味があります終身刑を導入することによって死刑の判決は減るでしょうそして 死刑廃止の一律下になる大阪弁護士会は「終身刑の導入を真剣に考えるべきだ」と宣言しています。死刑制度を持つ限りそしてその制度を運用するのが神ならぬ人間である限り必ず間違いが紛れ込みます。 そしてその間違いは取り返しがつかないんですこの制度は一刻も早くやめるべきです